皆さんこんにちは。今日は群馬県の桐生というところに来ました。これから渡良瀬渓谷鉄道に乗ります。なんと1両編成です。江ノ電より短いです、それでは楽しみです。一緒に行きましょう。寝転がっています。本物はこの山の奥にあるそうです。このリラックス感がいいですね。夜の温泉に来ました。日本の温泉です。山の中にあります。天候とかすごくいいです。草の葉が美しいです。光ってます。子供の沖縄も夜の中で咲いてます。ということで、夜の温泉でした。